こんばんは、6時を過ぎました。千葉日報ニュースです。市原市の駐車場で、車内に散弾銃の散弾75発が置かれてあった乗用車が盗まれ、警察で注意を呼びかけています。昨夜8時15分ごろ、市原市今津朝山のコンビニエンスストアの駐車場で、市原市内の会社役員の男性が車を盗まれたのに気づき、110番通報しました。警察で男性から事情を聞いたところ、車の中には散弾銃の実弾75発が積まれていたことが分かりました。男性は昨夜8時ごろ、エンジンをかけたまま駐車場に車を止め、店内で買い物を終え、およそ15分後に戻ってくると、車がなくなっていたということです。警察は銃器を使った犯罪の可能性もあるとして、注意を呼びかけています。千葉市美浜区の京葉銀行幸町センターで、現金1000万円が盗まれていることが分かり、被害届を受けた千葉西警察署は、今日までに多額盗難事件として捜査を始めました。調べによりますと、今月9日、京葉銀行幸町センターが各支店から回収した現金のうち、100万円の束10個をまとめた1000万円の束がなくなっていたということです。経理上のミスや紛失した可能性がないことから、今月13日になって被害届が提出されました。警察で多額窃盗事件として、不審な人物の出入りがなかったか、防犯カメラのチェックや職員らの話を聞くなどして調べを進めています。市原市の農道で男性が死んでいるのが見つかり、警察でひき逃げ事件として捜査しています。今日午前4時ごろ、市原市五井の農道で、30歳くらいの男性が仰向けの状態で死んでいるのを、車で通りかかった人が見つけ、110番しました。男性は身長およそ160センチ、黒いシャツとトレーナーのズボン、サンダル姿で道路のほぼ中央に倒れていました。死後およそ1時間と見られています。男性のシャツの肩の部分にタイヤの痕跡とみられる跡があることなどから、警察はひき逃げ事件とみて身元などを調べています。現場の農道は田んぼに囲まれた直線道路ということです。阿波保健所で実施した検診で、和田町の保育所児童3人が腸管出血性大腸菌感染症 O26 と診断されました。検診は今月14日に患者が発生したことを受け行われたもので、今回 O26 と診断されたのは、和田町保育所のいずれも3歳の男の子2人と女の子1人です。3人は現在は症状がないということですが、保健所で感染経路などを調べています。空間と新鮮な海の幸がいっぱいの川町、心のこもったおもてなしと美味しい海鮮料理をぜひお召し上がりください。八街市海鮮料理川町。北さん、素敵なところ行ってきたんですって。私に教えどこに行ってきたんですか。いや、いっぱい探してきました。それじゃあ目いっぱい安くしてもらわなきゃ。東海道トレーショップスペシャル、北さんの素敵なところを全て見せていただきます。お楽しみに。あ、献血。なんか痛そう。この前、小さな冒険して。なんか簡単だったね。そうだね。素敵な笑顔をもらいました。献血は、あなたの優しさ、思いやり。